テレビか何かで見たことある方いらっしゃいますか、はい、いらっしゃいますか、じゃあ実際にちょっと見てみてください。まず白を使って芯の部分を使っていきます。こんな感じでですね、はい、でこれ大変熱いので、あの手につかないように、はい、あのやっていただくときもちょっと注意呼びかけながらやってます。次緑いきますね。緑は結構多めまで入れるんです。ちょっと歯を白にかぶさるような感じでちょっと形見えてきましたかね。元はこんな感じなんで、はい、でここからですよ、ちょっと固めて、ここ持ち棒を作ります。よく見ててくださいね。いきますよ。ゆっくりこう下げて引っ張っていきます。大きくしてみました。こんな感じで、はい、サービスで広げてみました。ちょっと大きいので切っちゃいますね。で、今元ができましたので、これを丸めて形にしていきたいと思います。見えますか、後ろの方。はい。まず白い部分ですね。レタスとかキャベツとか真ん中に芯があると思いますので、白い部分入れていきます。で、こうやって丸めていきますね。ここ形整えていきます。まだですよ、まだですよ、ここからですよまだありますよ。で、2枚目切った方も巻いていきます。こうすることによってたくさん層ができますからね。で、こんな感じで全部巻けました。これで形整えていきますよ。ここでお水に入れます。